ベイヘロボは、ポーランド北部のポモージュ県にある町。人口は2006年10月1日の時点で4万7千人。1999年から、ベイヘロボ軍の中心地であるが、それ以前は、グダニスク県に属した。1643年に、マルボルク県のボイボダ、ヤクプベイヘルが、ポーランド王ブアディスワフ4世の許しを得て建設し、ボラベイヘロフスカと名付けた。ベイヘルは、 スモレンスク戦争に従軍し、新しい入植地に3位一体と、西安の2つの教会を建てたほか、フランシスコ会の神父も連れてきて、修道院を建て、26軒の礼拝堂からなる、ベイヘロボーのカルバリを創設した。ヤクプベイヘル百7 7 2年の第一次、ポーランド分割で、プロイセン王国に並行され、西プロイセンの新設州に組み込まれた。 ドイツ名もバイヘルスフライからノイシュタット・インベスト・プロイセンに改称された。1818 18年の行政地区の創設とダンツヒシュテッティン間の鉄道開通により町の開発が進み、プロイセンが主導したドイツ統一中の1871年にドイツ帝国の一部となった。19世紀後半にかなりの数のユダヤ人がニューヨーク州シラキュースへ移民したが、 その中には有名なシューバート家も含まれた。第一次世界大戦後の1920年に、ポーランド第二共和国領となり、ボムオジケとベイヘロボ軍の中心都市として、国の海運本局が置かれた。ポーランド侵攻で、第二次世界大戦が始まると、ナチスドイツにより、ダンツヒイコール西プロイセン帝国大韓区に編入された。ユダヤ系住民のほとんどが、 ナチスに虐殺され、ポーランド系住民もその多くが、ナチスの殲滅政策の犠牲となった。近くのピアシュニツァ・ベルカ村では1939年に1万2000人ものポーランド人が射殺された。1945年のドイツ降伏によって、ポーランドに復帰し、現在はカシューブ・ポモージェ文学、音楽博物館がある。ありがとうございます。